メルセデス EQ の主力モデル実力は、先日のメルセデスベンツ EQS の市場に続き、同時に発売されたミディアムクラスの EQE、e、の市場を行った。販売戦略としては、ターゲットゾーンである EQE、e、の方がはるかに多いはずで、将来の主力となる車種の実力を確かめることができた。 EQE、e、のボディデザインは EQS と告示している。短めのフロントボンネット部分から、空力を考慮した傾斜の緩やかなラインが、フロントウィンドウに向けて立ち上がり、クーペスタイルのキャビンにつながっている。このデザインコンセプトは、2003年に発表された CLS のデザインに端を発する。ワンボー、 すなわち弓を横に置いたような形状の究極形であると言える。確かにサイドから見れば、その特徴は一目瞭然だ。EQS との違いは、フロントグリル部分のカットの形状の差と、リアのゲートがリアウィンドウと一体になっていないことぐらいである。ボディサイズは4 9 7 0千1 9 0 5五1 4 9 5 m m 全長×全高×全幅。ホイールベース3 1 2 0ト、mm、ルで EQS よりも全てのサイズが一回り小さい。このあたりは、ヒエラルキーをしっかり守るメルセデスらしい。8アワー充電器で6 3アワーしか流れない。エクステリアのカラーは、アルペングレーと呼ばれるパステル調の明るいグレーである。 近づいてみるとかなりのサメ肌であったが、これは意図的なものかはわからない。また、各部のパネルの合わせは、過去のメルセデスのレベルからすればやや低いと言わざるを得ないが、このあたりはメーカー側としてあまり気にしていないことなのかもしれない。インテリアは、ブラックとグレーの組み合わせで落ち着いてはいるが、 ライト点灯で室内をぐるりと回るブルーのステッチが点灯して驚く。この趣味は個人的にはあまり好きではないが、美しいと感じる人の方が多いかもしれない。ダッシュボードは EQS と異なり、前面のディスプレイではなく助手席の前は、細かいスリーポインテッドスターの羅列が入った面があるだけで、確かにシンプルであるが、 やや寂しい感じもする。EQE、e、を受け取った時の走行距離は 2895km 時であり、この時のバッテリー残量は84%、走行可能距離は 450km であった。早速、8kWh の普通充電器で充電を開始すると、EQS と同様 6.3kWh しか流れず、 満充電までに2時間31分かかった。この車の搭載バッテリーは9 0 6 k w ーで、リアを駆動する 292PS、215kW のモーターにより、624km の航続距離が可能とカタログには歌われているが、満充電時の走行可能距離は 523km。 最大5 8 6キロメートルであった。冬でヒーターにかなりのパワーが加れまた低温ということを考慮すると妥当な数値ではないかと思う。すべての操作は EQS と同様であるが、着座位置はなかなか決まらず最後まですっきりしないままであった。ステアリングは EQS よりも、 ややメリハリにかけ中心付近でも曖昧さが感じられた。このことから EQS に比べ、あまりアクセルを踏み込むことがなかったので、結果的にかなり良好な電費になったのは皮肉である。EQS より良好な電費価格はプレミアム。都内で仕事を終えた後、中央道を交付まで行った時は、 2 2 2トルを走りバッテリー残量は42%になっていた。この時の走行可能距離は1 9 4トルを示していたから3 2 9トル分消費したことになる。電費は4 2 2ロワットであった。この数値は陶器であり、また上りということを考えればやむを得ないところだろう。 川崎に帰宅した後に行った最後の充電は3 2 3 7トル時であった。この時の走行距離は1 2 0トルちょうど。バッテリー残量は74%であり、電費は5 0 9ロワットとなった。結局、総合の電費は4 4 9ロワットとなり、 EQS、e、の 3.04km、kW に比べればはるかに良好な数値となったのである。この EQE350 プラスの価格は1248万円である。さらにオプションとして AMG ラインパッケージが39万8000円。エクスクルーシブパッケージが50万2000円。パノラミックスライディングルーフが25万5000円。 エナチャイジングパッケージが11万5千円。オプションペイントのアルテングレーが9万九千円で、都合136万9千円となり支払うべき車両価格は、合計1384万9千円となった。この値は、来年期間の E クラスからすればかなりなプレミアムだ。EQS の場合は、 市場後購入リストに入れても良いと感じたが、EQE、e、の場合、この金額に似合うかどうかは難しいところだ。